イアーソーン、イアーソーンは、ギリシア神話に登場する英雄である。長母音を省略してイアーソンとも表記される。英語風に読むと、ジェイソン。アルゴーセンデコルキスの黄門の羊の毛皮を探索した冒険で知られる。イアーソーンは、テッサリアーのヨールコス、王アイソーンの子だが、アイソーンが死んだ時に、イアーソーンがまだ幼かったため、おじに当たるペリアースが多いを継ぎ、 イアーソーンは、ケンタウロスの賢者ケイローンに預けられた。一説には、ペリアースに王権を奪われて遊兵されたアイソーンが、イアーソーンを助けるためにケイローンのところに送ったとも、言う。この頃からイアーソーンには、女神、ヘーラーのカゴがあったとされる。やがて成人したイアーソーンは、イオールコスに戻って、王権の回復を求めた。この若者をイアーソーンと知らないペリアースは、 若者がサンダルを片方しか履いていないことに気づいた。実は、ペリアースは、以前に、サンダルを、片足だけ履いたものに、王位が奪われるであろう、という信託を受けていたのである。そこで王位を手放したくないペリアースは一つの条件を、示した。その条件とは、国会のハテコルキスにあるという伝説の黄金の、羊の毛皮を持ち帰ることだった。イアーソーンはこの難題に挑戦するために、 プリクソスのコアルゴスに依頼して巨大なアルゴー船を建造し乗組員を募集した。募集に応えて集まったのがヘラクレス、双子のカストールとポリュデウケース、リュンケウス、ペーレウス、オルペウスら50人の勇士だった。このアルゴー号の一行をアルゴナウ隊という。アルゴナウ隊は女神アテナの祝福を受けて出発、レームの死闘で艦隊を受け、 キオスではヘラクレスが、従者、ヒュラースをさらわれて一行から離脱。ベブリュクスでの検討試合では、ポリュデウケースが活躍し、トラーキアでは、会長、ハルピュアたちを追い払って、盲目の王、ピーネウスを救い、ボスポラス海峡では、絶え間なく、ぶつかり合う二つの王位は、シュムプレイガデス岩の間をくぐり抜けるなど、各地での冒険を経て、コルキスに到着した。ペリアースに、 金曜毛の毛皮を渡すイヤーソーン。ルーブル美術館、コルキス王、アイエーテイスは、イヤーソーンに、金曜毛側を渡すつもりはなく、逆に罠にはめようと格索して、アレースの持ち物だという火を吐く牛を買って、土地を耕し、そこに、竜の葉を巻くように、イヤーソーンに依頼した。アイエーテイスには、メーデーアという魔法を操る王女がいて、この時イヤーソーンに一目惚れした。 メーディアの恋心は、ヘーラーの妖精によってアプロディーテイが吹き込んだ、偽りのものと言われる。メーディアは密かに、イヤーソーオンと会い、自分との結婚を条件に父を裏切って、イヤーソーオンを助ける約束をした。メーディアは、イヤーソーオンの体に、炎でも、剣でも傷つかない魔法をかけ、イヤーソーオンはおしを従わせることに成功した。耕した土地に、 竜の葉をまくと、そこから次々にスパルトイが生まれてきて、イヤー,ソーオンに襲いかかったが、イヤー,ソーオンがメーデーアに教えられた通り大石を投げ込むとスパルトイたちは同志打ちを始めた。さらにメーデーアは、イヤー,ソーオンを金曜毛側のある場所に案内し、見張りの竜を魔法で眠らせた。こうしてイヤー,ソーオンは、目的の金曜毛側を手に入れた。イヤー,ソーオンは、 直ちにアルゴー船を出港させたが、宝物が盗まれ、我が子もいなくなったことを知った IATS は、追手の船団を差し向けた。アルゴー船に、いや騒音と共に乗り込んでいたメーディアは、一緒に連れてきていた、幼い弟、アプシュルトスを殺し、その泣き殻を切り刻んで海にばらまいた。追手の船団がアプシュルトスの体を拾い集めている、間にアルゴー船は、脱出に成功した。 金曜毛側を、イオールコスに持ち帰った、イアーソーオンだったが、ペリアースは王位を譲ろうとしなかった。メーデーアは、若返りの魔法をペリアースの娘たちに教え、娘たちは父、ペリアースを若返らそうとして、メーデーアに教えられた通り、ペリアースを釜で煮て殺してしまった。メーデーアの魔法の力は、民の恐れるところとなり、イアーソーオンは、イオールコスの王位を継ぐどころか、 国にいられなくなって、コリントスに逃れた。コリントスをクレオーオオンは、イアーソーオオオンを歓迎し、その人柄を気に入って娘グラウケイとの結婚話を持ちかけた。イアーソーオオオンは、メーデーアとの間に子供もできていたが、メーデーアの凄まじいやり口を次第に意味恐れるようになっていたため、これに応じた。この裏切りに対してメーデーアは、グラウケイに結婚衣装を送った。 グラウケイがその衣装を身につけたところ、衣装はたちまち炎に包まれ燃え上がり、グラウケイと彼女を助けようとした、クレオーン王は共に焼け死んだ。さらにメーデーヤは、イアーソーオンとの子まで殺し、祖父、ヘイリアーソーオンは、その後放浪し、アルゴーブネの残骸の下敷きになって死んだという。ありがとうございます。